はなです。モデルと女優業をやらせてもらってます。山梨県出身で今も住んでいて12月に上京してきます。今日は私のカバンの中身を紹介したいと思います。まずカバンですね。こちらのカバンになります。これが目黒学芸大学ら辺とかにあるバーバーバーっていうセレクトショップさんのバッグで、今年の夏ぐらいにジャーナルスタンダードのリリウムのお店、表参道にあるお店で出されていて、すごい可愛いなと思って購入しました。なんかバーバーバーって333なんですけど、これがなんかベトナムで3+3+3で9なんですけど、9っていう字が幸運とか永遠とかそういう縁起のいい数字みたいで、そういうのもなんか持ってて運気が上がるかなと思って買いました。すごく便利でとっても長めなので肩にもかけられますし、あと中側にこのストリーついてて、普段はこう隠してるんですけど、これでお家の中とかにもかけておけるので、インテリアとしてもすごい可愛いなって思います。カバンの中身なんですけど、まずお財布ですね。ピンク色の13段のお財布です。これすごく悩んで買った品で、お財布私それまでこういう長財布じゃなくて折りたたみのお財布使ってたんですけど、いつもパンパンになっててお母さんに勧められて、もう22になったんですけど、22はもう大人なのでいい財布を持てと言われて勇気を出して買いました。ピンク色で中も結構小銭とかお札とかカードとか収納できるんですけど、パンパンに見えないのでかっこいいなって思うのと、なんでピンクにしたかっていうと、私結構暗めのお洋服が多いんですけど、大人の女性に憧れて、そういう街を歩いてると、そういう大人の女性たちが全身チックな感じの色の服を着てるんですけど、カバンとかからこういうピンクとかポップな色が現れた時にすごい私ドキッとしちゃうんですよ。それに憧れて私もピンク色に挑戦してみました。これもお財布なんですけど、これ甲州印です。で、私山梨県出身なんですけれども、山梨の伝統の織物といいますか、伝統工芸になってまして、これが高校生の卒業式の時に担任の先生がクラス全員に配ってくれたものなんですけど、なんか私だけ開けたらお花柄が入ってました。多分名前にちなんでだと思うんですけど、これもすごいここまでじゃなくてちゃんとここまで開いてくれるんで、小さいバッグの時とか、あとなんかお財布なんですけど、こういうアクセサリーとか取りたい時とかいいですね。大人の方だと見たりするとおってなる方いらっしゃって、これポッケ族の時もあるので、ポッケに物を入れてる時もすごく便利です。ぜひ山梨に行った時には買ってみてください。カーミットのポーチです。このカバンの中に結構ポンポンと適当に物を入れるスタイルだったんです。お化粧品とか以外はなんかイヤホンとかそういうものも絡まり崩壊の人でこれも今年の夏にちゃんとポーチを買ってバッグの中整理した方がいいなと思って買いました。これはプラザで買ったんですけど、ポーチとかって結構いろんなところに置いたりとかするので汚れやすいんですけど、これメッシュになってて、こういうところもビニールなので、汚れても拭き取りやすいし、なんなら水をかけても全然 OK だなって思って買ったんですけど、あとカーミットのここすごい可愛いです。それで買いました。結構大容量でマチもあって重宝してます。このポーチに入れてる中身がこっちの4つですね。これオリカのリップグロスになるんですけど、これすごく良くて、今日も塗ってるんですけど、私の手とか肌がすごく弱くて、唇もこういうもう冬の季節になってくるといつでもガサガサになってしまうんですね。何度も何度も塗っても。で、このボリカに出会ってちょっと塗っただけで乾燥するっていうことがなくなって、リップとかも合わないものつけたりとかするとすぐガサガサになっちゃうんですけど、これを塗ってからもうつけるとすごくスッと塗れて、色もこう均等に塗れるので、これおすすめです。
UV カット入りのものもあるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。これは韓国にお友達が行った時にお土産で買ってきてくれて、色もすごくいい色でずっと使ってます。もうこれしかないんですけど、今日もリップはこのスタイルなどのこの色ですね。すごくお気に入りです。ちょっとオレンジみがかった、塗ってみると結構明るくなるんですけど、ちょっとブラウンがかったオレンジで、マットめですね。でこれそのまま塗っちゃうと私乾燥しちゃうので、さっきの紹介したこのボリカのリップを塗ってからこれを塗るとすごいスルッとして乾燥あまりせずに半日ぐらいはいられます。で次がこのアディクションのリップですね。これ一昨年かな去年かなに伊勢丹で購入したんですけど、これももうこれしかなくて、赤色のリップがなくなってしまったのでこれを購入したんですけど、こっちはこっちに比べてマットではなくてシアーな感じの色付きになるので、気分でこれの上に塗ったりとかしてちょっと赤みを足したりとか、あとそんなにリップを強調させたくない時はこれ1本でとかに使ってます。結構赤めなんですけどのシアーな仕上がりになるので、すごい口っていう感じにはならないとか赤って感じにはならない色づきですね。で次にこれがマックのリップです。これは本当にもうブラウンっていうブラウンで、これ1本でつけるとちょっと私にはまだなんか着こなせないじゃないですけど、どうしたらいいか分からなくなってしまうので、これもこういう赤いリップとかの色の上に重ねて塗るような感じで使ってます。結構ブラウンなので秋冬とかそういう時、暗めの洋服とか着た時に塗るとすごいかっこいい感じに仕上がるので、これすごく大好きです。これが&B のハイコンセントレート VC ミスト、美容液とか化粧水になるタイプですけど、これ 60ml で、これ結構ビタミン C とかを配合していて、私すごく乾燥肌なので暖房のある部屋とか電車とかに乗った後物もカラカラになるし、肌も結構カサカサになってしまうので、そういう時にこれをシュッっていうミストタイプなので顔にかけて乾燥を防いでる感じですね。匂いもちょっと柑橘系の匂いの感じになってるので、すごく使いやすい匂いで、塗るとなんかこう爽やかな癒される感じの香りです。河北裕介さんがやってるブランドのものなんですけど、の名前に釣られてちょっと買ってみたらすごく良かったです。はい、それがヘアサロンの島、ここで売っているヘアシークモイスチャーというヘアトリートメントになりますね。洗い流さないトリートメントなんですけど、すごくツヤツヤになるのでセットとかも向いていて、私髪も結構細めで傷みやすい、すぐ乾燥したりとか切れたりとかしちゃってブリーチとかもあんまりできないんですけど、これに出会ってから乾燥というか広がったりとかパサつきがなくなりました。結構ビー玉サイズぐらいに出してこう毛先からつけていって最後前髪をつけてっていう感じでヘアセットするんですけど、ツヤツヤに仕上がるのでちょっと今っぽい感じにも仕上がりますし、セットもできて髪の毛にも栄養を与えられるので、ずっともうこれリピートしてます。はい、すごくいい感じです。山梨の地元のですねセレクトショップマイダスっていうところがあるんですけど、そこで買ったハンドクリームで、ちょっと私は英語が読めません、ナーリンって読むのかなすごい、これは買った決め手がカモミールの匂いがすごくいい匂いなんですよ。仕事してる時とかにこうちょっと落ち込んだりとかする時にこれを、手が乾燥してるかなという理由で塗るんですけど、すごくいい匂いで癒されるので、すごく買ってよかったなと思います。結構 100ml で売り出されてるので結構大容量で、しかもなんかちょっと出しただけで結構スーッと伸びるのでコスパもいいなと思って使っております。すごくいい匂いです。これメイクポーチなんですけど、これは小学校の時に何かお出かけをするってなった時のお母さんが買ってくれたなんかポーチで、ポーチというか
これは何なのか私も忘れてしまったんですけど、小学生の頃なんで、なんかここが外れるんですよ。何かにかけられるんだと思うんですけど、中もなんかこの冷えるみたいな、こういう素材になって、なんかこう弁当ランチボックスの中みたいになってて、ちょうど筆とかが全部入るサイズで、マチも結構あるので、今はなんか持ち歩き用、お出かけする時用のメイクポーチとして今使ってるんですけど、で、あとデザインも単純にマトリョーシカで可愛いんですけど、一体何のバッグだったのかちょっとわからないです。でもこれ可愛くてずっと使ってます。はい、アディクションのこのアイシャドウ2つなんですけど、私この前これ買ったばっかりで、つい1ヶ月くらい前なんですけど、それまでアイシャドウを高校生から変えたことがなくて、のメインのアイシャドウを他のも使って重ねてこう色合いとか調整してたんですけど、ずっと高校生の頃のアイシャドウ、ブラウン系のものを使っていて、高校生の頃が私すごくギャルに憧れていて、スーちゃん、正勝翼さんがプロデュースしているローリーウィンクっていうブランド、メイクブランドのこれくらいのアイシャドウ、今もうほんと薬局とか売ってなくなっちゃって、ストック買いしたぐらい気に入ってたんですけど、ギャルに憧れて、とりあえずスーちゃんのものを使えばギャルになれると思ってそれを買ってから、結構色が良かったので、今までずっとそれを使ってたんです。今もまだあるんですけど、さすがに高校生から同じアイシャドウを使っていて、自分でもなんか飽きてきて、美容部員さんに話しかけるのが緊張するので、今まで自分に似合うアイシャドウを選べなかったんですね。こう話しかけられなくて、いつも話しかけられても逃げるように帰ってきてしまって選べなくてついこの前伊勢丹のアディクションさんに行った時に、すごく優しい美容部員さんがいらっしゃって、親身に聞いてくださって、そこで選んできたこの2色ですね。こっちがマット系の色合いなんですけど、赤茶っぽい色で、こういう色なんですけど、赤茶っぽい色なので、リップとか、私が使ってるリップとかにもすごく色が合うのと、すごくおしゃれな感じの色なのでいいなと思って買ったのと、でこっちはちょっと艶っぽくなるラメの入った細かいパールが入ってる色なんですけど、これは単体で塗っても結構発色というか色が好きで、こっちもこっちも今一緒に塗ってるんですけど、こっちも一色で塗ってもいいし、こっちも一色で単色で使ってもすごく様になるので、この2色あればとりあえずこうメイクの雰囲気とか変えられたりするので、すごくいい色をチョイスしていただいて本当にありがとうございましたこれ今すごくお気に入りで、こればっかり使ってます。3の見たことある方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、部分用のファンデーション、シマリンググローデューの01番をずっと使っていて、ちょっと使いすぎてパッケージがボロボロなんですけど、中も結構使っていて、こっちの明るめの色を私はハイライトとして使ってたんですけど、もうなくなってきちゃったので、また新しいのも買わないとなと思っています。こっちの濃い色の方もチークとして入れたりとかできるので、すごくいい2つで、全然崩れないし、夜まで結構私はこのツヤが残ってるので、これはまたリピートしたいと思います。はい、これも結構見たことある人いると思うんですけど、タングルディティーザーっていうブラシですね。これ私すごく髪の毛が癖っ毛で広がりやすいので、大人になってからそれがどん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 ひどくなってってて、今これぐらいの髪の毛なんですけど、下ろすともう爆発するので、下ろせずにずっとこう帽子をかぶったりとかヘアアレンジしてお出かけしてたんですけど、これをですね、知り合いの方から貸していただいた時に、その後すごくスルスルっとまとまって爆発しないでいてくれて、
なんだこの櫛はと思ってプラザで買いました。でこれここの柄がいろんな柄があるので自分のお気に入りの柄とかを見つけられるのですごく可愛いですね。あと持ち運びしやすいのと私はピンクのラメにしました。でこれキャップみたいのがついてるんで外してもらうと櫛が出てくるっていう感じですね。これすごくいいのでくせ毛とか広がりやすい髪で悩んでる人はぜひ買って使ってみてください。感動します。はい、次がこれですね。これピルボックス薬ケースですね。これ中開けると4つ仕切りになってて、でね、漢方とかビタミン剤とかを入れて持ち歩いてます。で緑と白と水色があったんですけど私緑色がすごく好きなので緑色にしました。これも山梨県にあるマイダスさんっていうマイダスっていうセレクトショップで購入しました。も丸くてこのポーチの中にもスッと入るので便利ですね。可愛いし便利です。飲み忘れません、これを持ってれば。はい、鍵です。お家の鍵と車の鍵が今ついてる状態です。いっぱいつくようになってるんですけど、まずこっちの方ですね。これが革のタイプになってこれも地元にある山中湖にあるペーパームーンっていうケーキ屋さんがあって今結構話題になってるので知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、このケーキ屋さんが雑貨とかも置いていて、これが本当の牛革で作られてるキーホルダーになってて結構可愛いんですよ。このお店がこういうものが置いてあって、でここが開くのでズボンのベルト通しとかにつけれたりとか、あとバッグのこういうところにもなくしそうになったらつけておけるのですごく便利なアイテムですね。あとこれですね。これがミキっていうキーホルダー、キャラクターのなんかキーホルダーとかいっぱい売ってるブランドさんのものなんですけど、ちょっと長年一緒に共に歩んできたのでちょっと色がくすんじゃってるんですけど、これが今3代目でこの絶対私キーホルダーにこのミキのキャラクターのものをつけていて、こいつが今3代目になります。このみんながつけたりとかしてるか、もう本当に可愛いみたいなデザインはあんまりつけたくなくて、もうちょっとおブスな感じとか皆さんがちょっと絶対選ばないであろうところを外して選んでいます。この鳥の顔に癒されますね。ちょっと眠そうな、はい、これは本当にもう3、4年使っているのでちょっとボロボロになってきたのでそろそろ変えようかなって思ってるんですけど、この鳥の顔が好きで変えれずにいます。携帯ですね。携帯皆さんも必需品だと思うんですけど iPhone XS をずっと使っています。でカバーはもうシンプルにこういうシリコンっていうんですか、透明のカバーをしていて中にステッカーを入れてっていう感じですね。このステッカーがこの2つはナイロンジャパンさんのステッカーなんですけど、こっちのステッカーは地元の友達が音楽が好きで、この友達とは定期的にみんなで集まったりするんですけど、その子たちが組んでいるレゲエのサウンドっていうチームがあるんですけど、サウンド名でタフステップっていう名前なんですけど、まだまだ駆け出しで私もモデルとか女優とか全然まだまだ駆け出しなので畑は違えどいろんな話をして切磋琢磨しながら戦っている仲間みたいなものなので、これをここに入れていつも頑張るぞって思ってます。以上、これが私のカバンの中身でした。ありがとうございます。概要欄にインスタの URL を貼っておきますのでぜひ皆さんご覧になってください。いろいろあげてます。仲良くしてください。ありがとうございました。